4つのお三味線、4人の演奏家の方がいらっしゃいます。今日はこの4種類の、4種類の楽器、4種類の三振、お三味線をご紹介していきたいと思いますけれども、まずはね、一つ一つ の音を聞かせていただきたいなと思うんです。津軽三味線、後ろ の日本地図で行きますと、江戸からぐーっと上の方へ北に上がってって津軽、青森の方ですね、津軽三味線のこの音色をまずは金田一久美さんに聞かせていただきましょう。これを駒だけじゃなくてもう一つ音色の違いがバチですね。バチも見せていただきましょう。はい、そう三振かわいいね。指につける形になっています。まずこの一番左から大きく こちらの後ろのスクリーンもご覧ください。津軽三味線は別甲でできています。持つところは象牙でできているわけですね。お隣は長唄、これは全部象牙でできています。はい、厚さ見ていただきましょうかね。はい、お隣の義太夫、とっても長いですね。はい、でスクリーンも皆様ご覧くださいませ。長唄のお三味線はバチ先が薄くなっています。はい、それよりもものすごい厚みがあるのが義太夫のお三味線。津軽は長唄より薄いですかね。これでさっきみたいな音色の違い、弾いて出てくるメロディーの違い、そして、このスクリーンにはありませんけれども、もう一度見せてください。三振のバチ、これはお三味線を叩く形じゃなくて糸を弾くような形で、使われるというものでございます。ありがとうございました。それではこの、4つの楽器、後でしっかり演奏として聴いていただきますので、舞台の準備にかかっていただきます。ありがとうございました。後に一般の庶民に広まっていきます。一般の庶民の生活や感情を描いたような舞踊、象踊りなどができていきました。そして今では民謡やポップス、そしてエイサーなど、三線という楽器はそういったものに欠かせない楽器になっていきました。表す雷鳴、鳴神などの言葉が出てまいります。早くも嵐が吹き起こる中で、道真公は飛び梅の花、語りの中では梅の花と書いて梅花と言っております。梅花を口に含んで炎に変え、怒りの火を吹きながら、怒り狂うと、そういう、とても凄まじい場面になっております。それではお聞きください。形によって形
かゆくなって雲にはるかに行く末はあゆあし。今日演奏させていただきますのはその勧進帳の最後の部分で、弁慶が渡嘉敷にお酒を最後振る舞われてですね、延年の舞という舞を舞い、奥州へ落ち延びていくという最後のクライマックスの部分をお聴きいただければと思います。それではお聴きください。津軽三味線の掛け合いをお届けします。お三味線でさえも、状態が変わると合わせるのが大変なんですけれども、今の三線とそれから義太夫の太棹のお三味線、そして細棹の長唄、それから津軽三味線、この4種類が一緒に演奏するということはまず無理なんですね。それが今回この三味線三昧、このイベントのためにですね、オリジナルで作ってくださいまして、4種類の楽器がフィナーレ三味線琴始めを奏でてくれます。ぜひ最後までお楽しみください。
ありがとうございました。本当にパッと見て同じような楽器に見えるお三味線ですけれども、ここ、お三味線のふるさと三線のそのルーツといえる沖縄で三味線三昧、というイベントができたこと、とても意義深く、この皆様によります三味線三昧、これで全て終了とさせていただきます。皆様今日は本当にありがとうございました。中夜にフェデビル、また瞑想裏を体験。